飛距離が伸びるキャスト方法を皆さんにちょうど伝授したいと思います。守ってほしいこと6点あります。まず1点目がこれリールシートありますね。でロッドがあります。この握り方、皆さんこういう握り方してませんか？この中指とお姉さん指の間にリールシートを挟んでる。これでは飛距離伸びないです。ここはお姉さん指と小指の間に挟んでください。そうすることによってこの 1,2,3,4本でロッドをギュッと握ることができます。振れ幅が少なくなって飛距離アップにつながります。2点目はこのルアーのたらしです。このたらしは私の場合だいたいこの一番下のガイドぐらいまでたらしを取ってます。結束 FG ノットの部分ですね。これはこのトップガイドには絶対に入れないように心がけてます。3点目はキャストするとき、振りかぶって前に押し出すんですけど、その振りかぶる後ろどっから前に出したらいいのか、どっから前に振り出したらいいのかちょっとわからないタイミングがあると思います。その時はロッドを後ろに振った時にルアーの荷重がロッドの先端に一番かかった時、ロッドのチップがちょんと曲がります。このタイミング、もう一回言います。後ろにロッドを振った時にチップがクンって入った瞬間から前に押し出します。その瞬間から前に押し出して、4点目、前に押し出した時、今度この指、人差し指でライン持ってますね。このライン離すタイミング、この離すタイミングがこのルアーの荷重が一番この指にですねかかった瞬間に指を離す。でもその指を離すタイミングが早かったり遅かったりすると、早い場合やったら暗い気味にルアー飛んでいきます。で、遅い場合は海面に突き刺さるようなキャストになってしまいます。なのでこのタイミングは皆さんキャストしてみて練習していただく。次5点目がキャストで前に振り出すとき、その時に左手もしくは右手、この、ロッドのエンド部分持ってると思います。このエンド部分をグッと自分の手前に引き出す、思いっきり引き込む。こうすることによって反発力を増します。で、その反発力とルアーの重さによって、飛距離を最大限に伸ばすことが可能になってます。次6点目ですが、この下半身、立ち方はどっちでもいいんですよ。まっすぐこうやって足揃えてキャストするのもいいし、こう前後に足を出すのもいいです。私の場合はだいたい前後で左足を前にして右足後ろになってます。で、キャストする時っていうのは後ろに振りかぶる時、腰回って今度は前に踏み出す時、腰も一緒に前に送り込みます。で、ここで重要なのは足は絶対に地面から離さないこと。キャストした後こうやって片足になってるとよく見かけます。そうなるとキャストした方向であったり、方向がブレブレになったり、あと飛距離が伸びなかったりしますので、必ず両足は地面についた状態、かかとがちょっと浮くとかそういうのは全然 OK ですけど、両足が離れるのはまずいです。この6点を守っていただくことによって飛距離は断然に伸びると思います。では実際にキャストしてみたいと思います。